何パン買ってくるの忘れたで買ってきて。そんなんさ、いや分からんでもないけど、まあね、外におるからついてきたんだね。まあ今何味聞いてますか。買ってこないでかよ自分で本当に。まあ結局 何味が欲しいって言った。何でもいいって分かんへんもんさ。食パン系。まあ食パン、まあ違う違う、菓子パンだよね。ジャムパンとかさ、アンパンマン、アンパンマンじゃねえわ、なんだアンパンとかね、うん、ジャム味とかそんな感じかな。じゃあそう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 、小倉とかね、うん、もう話変わってまったから。で何やったらさっきの話戻るけど、1個目が左にぐるっと回るやつね、うん、じゃあ膨らむやつね、左回るときに右に1回膨らむやつね。で2つ目は俺が言ったんや。何言ったっけ。左折の、さっさとしてほしいってこと。ああそうだな、さっさと、さっさとね。これさっさっていうのはどうなんだろうね、名古屋弁なんかだ。ここでなんだろうね。いや分かるだろさっさは。漢字で書くと多分早々っていう感じだよな。そう、それ当て字だろう絶対。なあ。いやそうじゃね。じゃあ絶対それ当て字だと思うよ俺。さっさって別に漢字なんかにしてもええが、さっさって別に多分早々っていうことを多分まあなんちゅうの名古屋弁なんかね。これでもじゃあ名古屋弁はね、俺ら昔ちょっとやれとか言わんかった。ああ言っとったな。あこれあれなんかな、地方の言葉なんかな。ちゃっちゃね。あちゃっちゃ、まあ、ちゃっちゃもそうだしね、うん、パッパでもいいけどね、うん、でもちょっとやれとか言っとったよね。言っとったな、うん、言わなかった。あーじゃあやっぱ地域かもしれないそれはね、うん、で何だったっけ。すげえ脱線してくんだけど。2つ目がそうやって言って、次が原付。あ原付ね、あ原付バイクね、の無駄な追い越しね。そうそうそう、うん、あ危険な追い越しね、うん、で終わったんか。であと自転車。あ自転車ね、うん、あで自転車で盛り上がったんだよ。そうであとパンね、パンの味ね、うん。何味かってこと。まあそれどうでもいいけど、まあでも本当ね、その4つ交通ルールに関してはちょっと一回意見知りたいんだけどね、本当はね。また機会あったらちょっとしっかりまた話しちゃう。